借りしました。こちら紹介するか。栄養士の下永と申します。で、こちらが、今日、こちらにいらっしゃっているのが、給食センターの所長のご紹介、よろしくお願いします。はい、皆さん、改めましてこんにちは。今日はですね、給食フェアということでご覧いただきまして、誠にありがとうございます。給食センターの、所長をしております、小板橋と申します。よろしくお願いいたします。皆さんのですね、お顔を拝見いたしまして、給食フェア、委員会なんですけれども、今日初めての方が多いんですかね。今日ですね、去年ということで、平成18年頃からですね、農業員の皆さんと芝居小学校の子どもたちがですね、作ったじゃがいも、玉ねぎ、それを使ってですね、玉村町の食材で作ったカレーということで、玉村カレーということで命名してみたいと思います。ですからですね、皆さんも今日玉村カレー食べていただいてですね、玉村カレーっていうのは別に味が決まってるわけではありませんので、皆さんがですね、玉村町で採れた材料を使ってもらって、カレーを作ってもらえば、その個人のうちにですね、できたものがそのうちの玉村カレーになりますので、そういう形でですね、どんどん普及していただければと思います。それからもう一点なんですけども、これはお願いなんですけれども、今の玉村カレーと同じようにですね、カレーだけではなくて、玉村町のですね、食材を使ってもらって、カレー以外の切り込みとかですね、すいとん、年配の方ちょっといらっしゃいますので、年配の方はですね、すいとんとか切り込み、そういうのをですね、昔は各家庭で作っていたと思います。それをですね、思い出していただいて、また新しい方はですね、新たにその作っていただいてですね、今度は玉村カレーに次ぐ玉村なんとかっていうのでですね、作っていただければ、どんどん玉村町のですね、食材を使って食品ができていくと、それをですね、また玉村給食の中にですね、取り入れていけばですね、子どもたちも、あ、玉村町はこういうものがあるんだということをですね、どんどん考えていっていただけると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ちょっと長くなりましたけれども、今日はですね、玉村カレーをですね、十分味わっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。